2012年受賞式場である厚生労働省記者クラブが存在する中央合同庁舎国王館ブラック企業大賞とは日本において従業員に対して過労やサービス残業を敷いたりパワーハラスメントや偽装受けよや派遣差別を行ったりなどが問題視されている企業の頂点を決めるという企画であり2012年に始まった運営主体は ブラック企業対象企画委員会であり、労働組合役員や NPO 法人の代表、作家、弁護士や大学教授などで構成されている。現状では、際立ったブラック企業が取り上げられることはあっても、企業全体現場全体の向上にはなかなか結びついていないことから、ブラック企業が生み出される背景や社会構造の問題を広く伝え、 誰もが安心して働ける環境を作ることを目的として挙げている。なお2012年の開始以来、例年受賞式には受賞企業を招いているが、受賞式に出席した企業はゼロである。過去の委員他に、ショップ 99, 丸八回綿スカイラーク、陸園大及び、ハーベストホールディングスがノミネートされた。他に、サンチャレンジ、王将フードサービス、 性能運輸、東急ハンズがノミネートされた。他に、タマホーム、リコー、秋田書店、王将、西日本旅客鉄道、正友深谷高等学校イストがノミネートされた。なお、株式会社富士ビューティと株式会社、全商ホールディングスは、9月2日に、緊急追加ノミネートされている。10月27日に、ノミネート企業が発表され、ウェブ投票が開始された。 11月29日に受賞式が行われた。他に、ABC マート、富士オフードシステムがノミネートされた。他に、株式会社エージス、ドンキホーテ、関西電力株式会社、佐川急便株式会社、サトレストランシステムズ株式会社、宗教法人ニンナジがノミネートされた。他に、稲毛、やパナソニック、大和ハウス工業、ヤマト運輸がノミネートされた。 他に、野村不動産、駿河銀行、ゴンチャロフ製菓、モンテローザ、ジャパンビジネスラボがノミネートされた。ジャパンビジネスラボについては、会社側から係争中のノミネートに対し遺憾の意を示され、企画委員会に取り下げるよう抗議を受けたものの、対応をしなかった。その後、交際判決で会社側が逆転勝訴したため、社名の掲載を取りやめ、 原告女性は最高裁に上告したが、翌2020年12月9日に最高裁で上告棄却が決定し、高裁判決が確定した。ブラック企業対象側は、2018年にノミネートした一社につきましては、その後の判決確定の経過を踏まえ、削除しましたというコメントを掲載して、ノミネート表から削除している。他に、吉本興業、KDDI、 トヨタ自動車ロピアがノミネートされた。2020年度についてはコロナ禍で起こっている労働問題についての様々な対応に実行委員が追われているためとして中止になっている。ありがとうございます。